こんにちは、ガーデナーの小林真理子です。横浜エングリッシュガーデンでは、秋が深まってまいりましたが、バラやコスモスがまだ楽しめます。だんだんと寒くなってきましたので、とっても色がはっきりと綺麗になってきています。コスモスは、横浜エングリッシュガーデンでは15種類ほど楽しめますが、花びらが筒状になった種類などとっても変わったものもご覧いただけます。こちらは赤いバラや赤いお花を揃えた池のコーナーです。コスモスもこんなに深い赤色のコスモスが植わっています。名前はディープレッドキャンパスって言います。ここは赤いバラの他にも、この季節ですと赤いサルビアなんかが楽しめます。続いて紹介しますのは、こちらバラです。とっても目立たず地味に咲いているので、結構気づかれないことが多いんですが、これはトゲとかもあんまりなくて、お花がもともとグリーンの葉っぱのような色なんですが、寒くなってきたり時間が経つとこういうふうに赤く色づきます。こちらは中国の香辛バラっていう原種のバラの変わり物ですね。とても古いバラです。こちらは先週紹介しましたダイヤモンドリリーです。今日は日差しがあるので、とても綺麗に輝いています。本当に日差しが強いと、キラ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 と輝いてとっても綺麗なので、ぜひ見に来てください。展示は15日までやっております。11月の16日から、ハンギングバスケットの作品展を行います。このように素晴らしいハンギングバスケットが約90作品ほど並びます。その良さはとても圧巻だと思います。第2回の開催になっております。ぜひ皆様いらっしゃってください。